秋田県立ユーザー高等学校は秋田県湯沢市に所在する県立高等学校。第2学年新旧時に普通科文系、普通科理系、理数科の3つにコースが分かれる。旧制ユーザー中学校を前身とする高等学校。毎年卒業生の約半数が国公立大学に進学をしている。ハンドボール、剣道部が 全国制覇を成し遂げたことがあり、ハンドボール部は本校を代表する部活動として認識されている。野球部は2003年夏に全国高等学校野球選手権秋田大会で準優勝を成し遂げており、毎年4月に湯沢商高高校との定期戦を行っている。文化部においては吹奏楽部、音楽部が毎年東北大会出場を果たしている。かつて同市内に 秋田県立ユーザー高等学校稲川文校を有した。制服は男子は創立以来の黒の学生服。女子は濃紺の三つボタン式ブレザーである。運動部分部2015年3月卒業生の進学数は国公立大112名、私立大71名、国公立大短内7名、私立大短大3名、計193名が大学進学。 残りは、専門学校各種学校21名、就職者4名、その他10名となっている。上述の通り、進学先の多くは、秋田大、岩手大、山形大、東北大、福島大、秋田県立大、岩手県立大、青森公立大、国際教養大などの東北地方の国公立大学である。ありがとうございます。